こんにちは、インターナショナルスクールチャンネルのともみです。今回の動画ではクラブチェ英語村という小中学生を対象とした英語で生活する山村留学施設を紹介していきたいと思います。ここでは外国人スタッフと交流する日常生活の中で国際的感覚を身につけると同時に、親元を離れた長期間の生活の中で主体性と自立心を持った子どもを育てることが可能です。クラブチェ英語村の住所はこちらになっています。高崎駅からは車で約50分。ちなみに毎日通うことになる倉淵小学校までの距離はなんと英語村施設から片道4キロ、中学校までの距離は片道6キロもあります。日常生活を全て英語で行うという山村留学は日本でも初めての取り組みです。子どもたちの生活指導や運営を行っているのが山村留学で50年の実績を持つ公益財団法人育てる会です。1968年に任意団体として始まった育てる会は、体験の裏付けがあってこそ子どもたちは真の生きる力を獲得できるという共通認識のもと、山村留学授業を柱に自然生活体験を通じた青少年の健全育成を実施してきたそうです。では概要をお話ししたところで、もう少し具体的に見ていきたいと思います。お話しする内容は以下の5つです。まずはクラブチェ英語村で用意されている3つの留学コースについて解説していきます。一番メジャーなコースは1年間の通年コースとなっています。通年コースでは親元を離れ自立した環境の中で共同生活を送り、外国人指導員との英語によるコミュニケーションを通して実践的な英語を学んでいきます。生徒はクラブチェ英語村に住民票を移動し、地元のクラブチェ小学校またはクラブチェ中学校へ転校します。小学生は片道約4キロの自然豊かな通学路を四季の移ろいを感じながら歩いてまたはバスで登下校し、中学生は片道約6キロの道のりを自転車で通います。休みの日には自然環境を生かした体験活動や外国文化を学ぶ体験を通して生きる力を育んでいきます。実家に帰るのは原則として夏休み、冬休み、春休みなどの長期休暇のみとなっています。ちなみに2021年度の人数は小中学生合わせて22名ととても少ない人数です。もう一つのコースは1泊2日の週末留学コースです。土日の週末滞在で外国人スタッフとのコミュニケーションを楽しみながら自然、文化、農業などの体験を行います。1泊2日のプログラムなので、初めて親元を離れて過ごすお子様にも無理のないスケジュールになっているかと思います。年に3回の期間で開催されており、1回の期間で1ヶ月計4回の土日を使ってお泊まりすることになります。3つ目は短期集中型の留学コースです。これは夏休み、冬休みなどに行う留学です。群馬県の豊かな自然や郷土文化を感じることのできる様々な体験活動を行いながら、ネイティブスピーカーの生きた英語に囲まれて過ごす英語漬けのプログラムです。次にお話しするのはクラブチェ英語村で取得できる英語力についてです。公式ホームページに記載されている取得できる英語力というのはこの4つです。英語を好きになる力、目標設定をし達成する力、コミュニケーションスキル、プレゼンテーションスキルです。これを見る限り、単語力や文法、リーディングなどを集中的に教え込むのではなく、毎日の英語を使った生活の中で自分たちも気づかないうちに英語が身近なものになっていくという感じなのでしょうか。英語関連の授業として下のようなプログラムが設けられています。セルフスタディ、そしてマンツーマン授業では生徒が希望する内容に合わせてスタッフと共に学びます。イングリッシュタイムでは平日学校行く前に20分から30分の英語学習時間があります。内容はディスカッションやプレゼンテーションなど、コミュニケーションスキルに重点を置いた授業です。ダイアリーでは読み書きのスキルアップを目的として、毎週末の活動について、日々の生活で覚えた英語を使って日記を書きます。個人的な見解として、英語力を伸ばすことを第一目的にこのクラブチェ英語村に行く場合、通年コースを選ぶ以外の選択肢はないかと思います。英会話をペラペラになるには3000時間必要と言われている中で、1泊2日の週末留学コースや5泊6日の短期留学コースでは学習時間が少し足りないような気もします。次にお話しするのは一日の生活と課外活動についてです。通年コースの平日は留学生は朝5時50分に起床します。
モーニングミーティング、イングリッシュオブザデイ、そしてラジオ体操、朝食を済ませ、小学生は7時に、中学生は自習後の7時半に学校へ出発するそうです。英語村には4時半頃に戻り、宿題を終わらせ自習したり、自由時間として遊んだり、おのおのの時間を過ごします。6時から7時の間に夕食をとり、お風呂に入った後は7時からのミーティングで、各自が決めた英語に関する学習目標の達成度や課外活動の進み具合などをスタッフと一緒に確認するそうです。土日は外国人スタッフとおのおののアクティビティに取り組みます。アクティビティの中には、田んぼや畑の作業、クラブ地周辺を囲む山々でのハイキング、保護者や地域の人々も集まる収穫祭、農業体験、地域でのボランティア活動、クッキングデー、ハロウィンやクリスマスイベントなど、常に土日は何かと忙しいそうです。1年間という長期的なスパンで、豊かな自然や英語環境に囲まれた共同生活を送ることで、英語力の向上以上に自分の主張や思いをうまく伝えられるようになった、集団に埋もれず自分の意見をはっきり口に出せるようになった、といった変化が多くの生徒に見られるそうです。より具体的にどのようなアクティビティがあるのか気になる方は、このウェブサイトに行くと毎月発行されているお手紙が見られます。次にスタッフに関してです。クラブチ英語村のスタッフには、外国人指導員と日本人指導員が同じ人数ほどいます。外国人指導員はアメリカ、カナダ、またはアジア各国の外国人講師が、子どもたちが日常生活の中で英語を使えるようにサポートします。平日は下校後から就寝までの時間を、週末は様々な活動を一緒に行い、全て英語でコミュニケーションをとります。日本人指導員は留学の生活の中で、子どもたちのより事務的なサポートをしたり、親御さんや外部の方と連絡を取ったりします。最後に受験概要についてです。通年コースに応募したい場合、5つのステップが用意されています。オンライン英会話個別相談会への参加は必須だそうです。個別相談会申し込みフォームから希望日時を選んで、応募日時までに相談会に参加して留学に応募しましょう。体験留学、質見学会については、お子さんの生活習慣、集団生活の適応性など、山村留学できるかどうかの適性を確認するために行われるものです。4月からクラブチ英語村に入学したい場合、前年度の8月終わりから10月終わりまで申し込みを募集しており、その後見学会や親子面接などが用意されています。通年コースの倍率は約5倍、年によってはそれ以上だと言われています。採用人数の枠がとても少ないことから、必然的に倍率が高くなってしまうのでしょう。週末コースや短期コースは年に数回応募を開催しているので、定期的にチェックしてみてください。しかし週末コース、短期コースはたまに県内、群馬県の在住の方のみなどといったルールがある場合もあるので、毎回募集要項をしっかり確認するようにしてください。はい、それでは今日は群馬県にある英語を使いながら自然の中で暮らす山村留学施設、クラブチ英語村についてお話ししてみました。この留学の利点は、何といっても英語力はもちろんですが、環境を生かしたさまざまなアクティビティではないでしょうか。特に都会に住んでいると、なかなか経験することのできないことを毎日のように行うことができます。そして集団生活を通して、協調性、リーダーシップ、自主性を鍛えられる絶好の機会なのではないでしょうか。より詳しくクラブチ英語村について知りたい方は、クラブチ英語村の YouTube チャンネルにも足を運んでみてください。それでは最後までインターナショナルスクールチャンネルをご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタン、そしてコメントもお待ちしております。